今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、今日は大阪福島のカフェデポという、ところですね。福島にこんな、なんかどっかのビルの地下1階だったんですけども、なんかカフェとかこんなん書いてあるので飲めるんかなと思ってたんですけど、昼から飲めるみたいです。でこんな中トロとかの作りもあるんですよね。そうそう、中トロのお作り1200円でございます。こんなんがあるとはね、外見からは全く想像できなくて、で中トロもね美味しいんですよ。これがで昼間からビール飲みます。ちょっと仕事があって早く終わったんでスタッフさんと行ってたんですが、でタケノコの土佐煮とイワシの梅煮とかね、もうこういう渋いあてがあるなと思ったら、若い方々がやられてそうな雰囲気のお店なんですけど、割とお年を召したご夫婦なんだと思うんですけども、がやられてて、ね、ほんまに昔ながらの居酒屋みたいなメニューがいっぱいあります。フグの唐揚げ、小鉢も500円で、これ何個入ってたかな、3つぐらい入ってたのかな、というところで、昼間からね飲めていい雰囲気で、いい店でございました。福島の駅前でございますね。地下1階なので、この辺でちょっと昼、どっかないかなと思って迷ったら行ってみてはいかがでしょうか。今日食べたご飯をサクッとアップするチャンネル、今日のご飯チャンネル、チャンネル登録よろしければこちらでお願いします。毎朝7時にアップしておりますので、ぜひご覧くださいませ。それではまた明日お会いいたしましょう。本日もご覧いただきありがとうございました。福島もね、まあ、なんか探せばいっぱいいる、いい店ありそうですね。